朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」12月17日木放送分危機物語朝に詰め寄られた肖像は朝と新次郎に頭を下げて頼みました今回のことを小吉に詫びさせてほしいと数日後肖像は衰弱しきった小吉の前で頭を下げると心から謝罪しました 小吉も父を救えなかったことを正蔵に詫びましたそして正蔵は警察に自首しましたしかしその後も鹿屋の様子をうかがう不審な男の影が消えることはありませんでした一方元助の尽力により炭鉱再開のめどが立ちました進次郎も店を守る正吉の苦労に初めて理解を示すのでした